ユベントスのフィリップ・コスティッチに対し、トルコのフェネルバフチェが興味を示していると、アイエルビアン・コネロが報じた。フェネルバフチェといえば、先日ジョゼ・モーリーニョ監督が誕生したばかり。就任決定の後、すぐに幾人かの選手に興味を示していると噂されていたが、このセルビア人ウィンガーもそのうちの一人に入っているようだ。 モーリーニョ監督はローマを率いていた時期にもコスティッチの獲得を希望した過去があり、その関心が消えていないものとうかがえる。そんなコスティッチには昨夏も移籍の噂が持ち上がったが、ユベントスで結果が出せていない彼を欲しがるクラブは現れなかった。今回もクリスタル・パレスやウェストハムの名前が挙がっているが、どうも動きが鈍い。ユベントスとしてはアトレティコ・マドリードのアルバロ・モラタとトレードするプランもあるのだとか。 コスティッチとオールドレディーとは2026年までの契約が残っており、チームに残留したとしても積極的に起用される見込みは薄い。テクニックある逸材が存分に発揮できないのは、なんとももったいない話である。ただ彼にも挽回のチャンスがある。このウィンガーはセルビア代表としてユーロ2024を戦う予定だ。しかも初戦はイングランドが対戦相手のため、 良い結果を残せばプレミアリーグからの関心が高まることが予想される。彼の未来はこの大舞台にかかっているかもしれない。本来の輝きを取り戻し、左サイドを征服するような活躍を見せてほしい。